アッカトーネは1961年公開のイタリアのドラマ映画。監督、脚本はピエル・パオロ・パゾリーニ。脚本は映画のために書かれたオリジナルだが、パゾリーニの初期小説、生命ある若者、激しい生の脚色と言われることが多い。パゾリーニの第1回監督作品。アマチュア俳優の起用、貧しい人々に焦点を当てた主題といった。 パゾリーニならではのスタイルはデビュー作ですでに確立されている。パゾリーニが文学から映画に移ったことに誰もが驚かされたが、パゾリーニ本人は第二次世界大戦の段階でイタリア国立映画実験センターへの入学を考えていたくらい早くから映画に関心を持っていた。さらに1957年にはフェデリコ・フェリーニ監督のカビリアの夜に脚本として参加し、 映画は現実に根ざして作るべきと考えていた。悪化とお根に出てくるのは彼の小説がそうであるように、モ、売春婦、泥棒といった戦後イタリアの経済復興とは無縁な社会の底辺にいる人々。こうした人々を描くこと、生徒族の境界線を曖昧にすることは当時としてはスキャンダラスだった。パゾリーニ自身はネオレアリズムと距離を置こうとしたが、この映画は 第2世代のネオレアリズムと評され、批評家の中には、これまで見た映画の中で最も辛い映画という人もいる。主演のフランコ・チッティは、英国アカデミー賞主演団優勝にノミネートされた。助監督は、ベルナルド・ベルトルチ。日本では長らく公開されず、1992年に、クラウンレコードが、現代アカートネの直訳である、古事記という題名で、ビデオを発売。 2001年、パイオニア LDC が DVD をリリースした時に、アッカトーネに解題。劇場初公開は2004年5月15日から6月4日に、かけて、ユーロスペースでも用された、ボンジョルのパゾリーニで、アッカトーネのタイトルで上映された。アッカトーネと、あだなされる青年ビットリオは働きもせず、売春婦マッタレーナの紐として、自堕落に生きている。しかし、 マッタレーナが警察に逮捕される。困ったビットリオは疎遠だった妻の実家に助けを求めるが追い出される。そんな時、ステラという少女と出会う。彼女と人生をやり直そうかとも思ったが無理。ステラに売春をやらせようとするが、それもできない。やむなく泥棒家業に手を染めるが、警察に追われて盗んだバイクで逃げるが、交通事故に遭い、ビットリオはあっけなく死んでしまう。 ありがとうございます。